時間テレビで赤井さんがゴールしたとき、彼は何と言えば日本を爆笑の渦に巻き込めたんですか。お笑いというのはやっぱり緊張と緩和ですから、あんだけガーッと緊張感持ち上げてますから、うんうんうん、あとちょっとこうくすぐってやればもうどか苦しそうでしたからね。そりゃそうです、そりゃそうです。なんぼでもありますか。そりゃなんぼでもありますよ。教えてください。 NG ワードをまずそれじゃあ言いましょう。普通こんなこと言わないですよ。うん、だから言わんで、まず NG ワードから言うんだよ。いや、言わんでってねえ、うん、普通はね、うん、いや、だから言わんでって。いやいやいや、僕がやっぱり普通と違うのは、うん、あえて面白くないのを先言うて。いや、だから言わんでええんでしょ。いやいや、言いますよ。それは僕は言いますよ。オチの前のフリやろ。これは絶対ダメですよっていうのを言わないと正解が見えてこないんですよ。わかります。わかったな。はい、はい、NG ワード、 NG ワードいきましょう、はいはい、NG ワード、まあ赤井さんが今帰ってきましたってこう来た時に、ペペロンチーノーっていうのはもう NG ワード。これは絶対やったらダメです、はい。うん、でもこれでもええんかも分かんない。いや、俺今ねやる前に言おうと思って、受けたからって帰るなよ。あの振りがあったから。はいはいはい、いや、はい、正解、赤井さんの正解、ペペロンチーノっていうのはダメなんでしょ。これはもう絶対ダメ。はい、はい、正解も、うん、はい、じゃあ行こう。はい、ゴール。ふんふん、はい。え、ああいうのはこう走ってきてこう上がってくるんじゃないんですか。いや、もうほんならそう下にやったら C や、あの下から行って、はい、もう俺ここであの黄色い T シャツ着てるから。ここは武道館やな。はい、お前は誰やの。徳光さん。はい、わかりました。それじゃあ OK。 じゃあ赤井さん、ガキ始まって以来ですよ。トークの間客席におるの。はい、5秒前、あ、4、3、2、1。あ、今赤井さんがこの武道館に到着しました。さあ、100キロの道のりを見事完走した赤井秀和です。T シャツ黄色いっすねこれは、はい、これは、はい、NG NG かいな。これはダメ。そりゃそうやろな。びっくりした。いや、本当にね、はい、往生したよ。それ誰今の。今誰になってんの。いやいや、俺やん。生声やん。あ、生、すいません。あんなもんです、完成品や思われたら。あ、いやいや、これは申し訳ない、はいはい、もうみんな謝って、すいません、ほんま。もっとちゃんと謝って、すいませんでした。すいませんでした。はい、もうええねや。松本さん、ちょっと足取り重いですけど大丈夫ですか。いや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 、もう全然大丈夫ですよ。はい、さあいいですか。え、赤井さんいいですか。あのね、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、なんかおかしなやつがいるんでね。え、俺はでけへんな。どれがずーっと後ろからケツ蹴ってくるやつ。どっちかよ。これはあかんな、まずいな。何がまずいね。これはまずいぞ。いや、だから何がまずいね。もっとええ状況でできへん。いやいやいや、大丈夫。誰も、もちろんもネタは決まっとるんやけど。あ、ほんまに。ちょっと蹴らんといて。頼むで。もう言いたくて爆発しそうな。あ、ほんま、うん、ちょっと待って、もう動画でに火はついとる。分かったから、ちょっとほんま頼むで。もうね、蹴らんといてや、もう彼女は水着に着替えとるのや。あ、お願いします。もう大丈夫ですか。大丈夫ですか、はいはいはい、もう誰も蹴りませんから大丈夫です。はい、はいはいはい、お願いします。あ、どうした。あ、まあ大丈夫大丈夫。お腹痛いの。いや、お腹は痛いよ。お腹は痛いけども。中学生みたいなこと言うな。あ、足引っ掛けた。誰がいいな。足、転校生みたいな扱いを受けた。え、転校生みたいな扱いを受けた今。突
然ですが松本さんは辛いことがあると白馬に乗って草原を駆け回るというのです。まあそんなわけないから松本さんに質問です。はいはいはい。どうすれば松本さんのような哀愁のある歌声を出せるようになるんですか。うん、ブルースね、はい、ブルースってすごく難しいんですよやっぱり。あ、そうなんや。いろいろありますけど。いろいろあんねん。いやいや難しいもんはいろいろあるけども、まあ、ブルースの女王はこうじゃないんですか。まあでもあの人がね、ああいうことになったから。ああいうことじゃない健在やん。健在ですけど今僕の手持ってね、うん、涙ながらに、うん、まあねえ、あとは任したとか言うたなんや、あれええこと言うてたぞあれまあ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 、あんたやなみたいなことをね、あんたやったんやなそれボケとんねん違うやん、その私のブルースをその継承すんのは誰なんやろうと、 あの人なんやろか、この人なんやろか、うん、多分あの人の中にいっぱいあったんですよ、はいはいはい、その結果ね、うん、そのあんたやったんやな、あ、なるほど、あんたやったんやなって2回2回言うたんや、2回言うたんや。ブルースっていうのはね、うん、なぜそうだね、うまい下手じゃないんですよブルースっていうのは。ほう、これが一つ言えることなんです、うん、でブルースっていうのは歌じゃないんです普段からの感じなんですよ。普段からの感じだから何やろうな、ポットからお湯を注ぐ時にもあブルースやなって感じる時もあるし、あ犬見ててもあブルースやなって思う時あるじゃないですか。どういう状態や、どういう状況やねん。ブルースよ、ブルース、はいどうぞ。ブルースって何、どういうのがブルースなん。お前どういうのがブルースもわからんやつに俺は今までブルースのことを言ってたんか違う、だからどういう、なんでああいう歌声を出せるようになるんですか言ってんねんか、あんたが歌声出したったらこれがブルースやってわかるわけでしょ。眠ってる間にブルースどんなブルース、もう何からがね全くわからないね、これは どないしたんだっけ。いや、なんかできたんですよ。え、1個できてもう1個できて合体しやがってちょっと大きなってる。あ、それやばいね。自分もできてるやん。何がいいんだ。ここに。あ、これね、多分ね、あれやと思うんですよ。何？なんていうのかな、あれが溜まってるんですよ。性欲が。あ、そうなんですか。発散してないですからね、最近。あ、そうなんや。ええ。僕ね、ちょっとこんなことプライベートなことを言うのもなんなんですけど、もうオナニーをやめようと思ったんですよ。うん、やっぱり江戸しこいてオナニーしてたらあかんなと思って。この間オナニーと別れたんです。それでも大変なことやろ、やめるっていうのは。まあ泣いてたけどね、向こうもかなり。向こういやいや、だ向こうっちゅうかオナニーの方も辛かったと思うけどね、まあやめようってこれっきりにしようやってオナニーには言ったんです。はい、でもオナニーもアタッシュケースに荷物詰めて、うん、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとうと、もう二度と恋はしないとかわけのわからんこと言うてお前やそれお前や、もう洗濯物は置いていくわ言うてね、ならならでもう出てきましたもうちょっと笑えおもろいとこやんやめれた、ほんで何が、何日やめてんの。2日そんなもんやめたんじゃ入ってへんがそんなもんやめてへんが。お前2日やめたらすごいで。ほなお前今まで1週間に何回超えてたやん。みんな1週間もないもん、1日に3回は超えてたん。当たり前やがな、止まれへんがな、そんなもんなんまでもこけるがな誰やろやめましたよ。毎日やってたもん。やめて、やめたんですよ今2日経ってる。じゃあっていうのはやっぱりね、例えるならば、はい、ああいうものっていうのはある種リハーサルですよね。でやっぱ稽古をやりすぎるとね、本番うまいこといかない。どういうことそれだから稽古にあんまり時間をかけすぎると、はい、本番の時にテンションが上がらないんですよ。
わかります？違うやん、本番と稽古はまたは。いや、違うんやけども、うん、なんかもっとこう、敏感にさしときたいわけですよ。それをもうあんまり。それはな、お前がやりすぎやからやって、毎日毎日。一日おきぐらいにしとかんと、それやったら。お前はどんなもんやねん。まあでも俺も。まあまあ君と変わらんかな。なんでしゃくれてんねん。いや、あのね、中学生ぐらいの時は、はい、そんな30過ぎてね、そんなんやってると思えへんかったん。絶対そんなんやってんよ。大人はやれへんもんやと思ってたやろ。今34ですよ。全然やってしまうんですよ。びっくりするよな。バリバリやからね。バリバリや。ということは俺が小学校ぐらいの時、まだ俺の親父もまだやってたんや、多分な。やってた。考えたらな。そりゃそうやから。うん。うん、でもうやめよう思って、そういうのはあかんなと思ってるんですよ。あ、そうなの、うん。もうビデオ屋も行ってないね、ほんだ、この2日は。うん、まあそうですね。どっちなん。行ってんの行ってないの、どっちなん。うん、まあほんま昨日やってんねん。やってんねんけ。なんで嘘つくねん。なんかちょっとかっこいいかなって。かっこいいことあるかい。そんなもん、なんか腹立ってきた。なんでそんな嘘つかれなあかんねん。笑ってるでよ。なんで嘘つかれなあかんねん。違うんですよ。もうこんな話いつまでもしてもしょうがないんだけど、はい、ちょっと一つだけ言わせてください、はいはい、僕ね、無声ってしたことないんですよ。なるほど。で、一回ぐらいしてみたいんですよ、うん。ああ、で今までなんでせえへんかったんかっていうと、うん、多分そんなに食べたことがなかったからなんですよ、ね、出しすぎで。1回ぐらい無声をしてみたいじゃないですか。なるほど。それでまあちょっとチャレンジしてみようかなっていうのは正直あります。でもまあお前はもうほんまやめなあかんです。なんでやもん。だから子供もおるし関係あれへんやん。別に別に目の前でやってるわけちゃうやけど。目の前でやったらそれは子供もびっくりする。こんな話膨らましてもしょうがない。動物が人間に危険を知らせてやっぱり向上心とかね。で犬のですか、うん、ランクを上げたい。犬がですか。犬自身が、うん、前へ進みたい、ワンランク上の生活を望みたいっていう現れなんですよ。でも犬関係ない。例えばギャラのランク、タレントランクもっと上がりたいとあなたは思いますね、はい。いや、もうそれはまあ誰だってワンランク上。そりゃそうです。小鳥だってもっと羽ばたきたい、もっと遠く空へ飛びたい、うんうん、思ってるわけ。そりゃそうです。まあもちろん犬だってそうでしょう、うん、回ろう、回りたい、回りたいってやっぱ思うわけです。回って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 おっさんになりたい。何が悲しいっておっさんならなあかんの。なられへんわな。お前見たこと、みんなねすぐ止めるんですよ。犬が回ってたらアホやこいつって言ってパッて抱き上げたりするでしょ、うん、あれ一回ほっといてごらんなさい。こうガー回って回って、いやー浜田くんね。ほんまやって怖いわ。小遣いやろうっていう。お金持ってくる。犬から成り立ての手にもう金持っとんの。見たいな、それ。ほんまほんま。すごいって、それ一回ほっといたら、ほんまやって。犬は、回って回って、おっさんなんねん。で、写真撮ってくれるから。なんでやねん。最近はもう、やることがなくてね、うん、なんか新しく面白いことないかなって今探してるんですけど。なるほど。みんな敵やねん。なんでそんなやらしいやつやねん。だって違うやんけよ。どう考えたって、見た時に俺の方が男前やし。俺の方がかっこいいに決まってるやん。当たり前のことじゃないですか。何？君を声援するの。いやいや、ちょ、腹減った腹減った言うてんのに、こっちにお前ビーフシチューがあってもずくに走っていくやつおれへんの。ちょっと待って。もずくに走ってんの。待て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 
アホですわ。待て待て、お前ビーフシチューで俺もずく腹減った、3日間食ってへん言うてんのにもずくつるつるってんのと同じことですからね、こんなもんは。そうですか、おかしいですよ。ごめんなさい、もっとまっちゃん言うたってください、すいません。そんなんで言われたかなんか。いやいや、ほんまおかしいですよ。そりゃあんたの方が、あー、当番やな思って。もっと ここがないやつ履かんと引っかかる。やめろや、ちょっと。もうこの辺に来ただけで、もうすごい恐怖心がある。いや、違う違う違う。だから、ほんなこっちでやるわ。何？ここがあるようなやつ履いたらあかんで、ここ引っかかる。いや、それはこっちはこっちで痛いね、巻き爪で。ダブルで来てんねん、ダブルで。腰もほんでちょっと痛いねん。いや、それは知らんわ。いや、もうダメなんですよ。それほんま気ぃつけなあかんって。いや、気ぃつけてもあかんやろ。これはもう死んでんねんから。違うやんけ。ベロッと行くでっちゅうとんねん。上にこうなってたらあかんっちゅうとんねん。わからんやっちゃうの、このだけで。わしは心配して歌ってんねんやろ。俺あの、龍馬やってる時もその爪がそうなってて、ブーツここ切ってたんやもん。ここがないブーツで、ここなんかあの、黒いマジック塗って。お前それ天才バカボンや。上にこうカバーがあったらあかんねんって、絶対当たってえらいことになるから、ね、まあまあ聞いてんのか。腰痛いって。まあまあお前のな、もうそんな苦労話はどうでもいいんですよ。苦労話やないか。それで頑張ってたって言いたいんか知らんけども、だから上にやったらやかましいわよ。もうそんなスポコンの時代やないねん。もうええわ、もう剥がれろ。剥がせ。ああ剥がれるね。これからもガンガン剥がれていきますね。ああベロベロなれ。ああなるなる。引っかかれそうやね。お前も死ねえや。なんでやん。なんで俺。お前が死ねえ。いやいや、ほんまにね、あのそう大変なんですけどね。しょうがないですよ。腰は痛いの何？分からんね。使いすぎとかそういうこと。いや俺腰使えへんよあんまり。あ、なんや、もうお前なんや、マグロか。そうですそうです、僕はお前マグロな。あ、僕はマグロです。マジで。ええ、相手もマグロですけどね。マグロ同士ですから。ただ単独待って寝とるだけやん。俺の彼女は超マグロですから。今のワンちゃんのなんで腹立つねん。何が腹立つねん。いや、まあまあええわ。もうでもちょっと腹立つの分かるわ。なんかもうな、もともと用意してたみたいな。また雨不足言うてますけど。雨不足やな。まあ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 、あんなんでも絶対嘘やと思えへん。何水がめ、その変身のポーズをするともう全て変わってしまうわけです。はい、変わります。だから僕はここで変身のポーズをするのはたやすいです。たやすいですけれども、変身のポーズをするということは変身してしまうということです。イコールそういうことですよね。はい、そういうことです、うんうん、もうこれから銀行強盗とか解決できません。は姿を見られたくないのです。そうでしょ、松本が変身してんねやってバレてしまう。そうなんです。だから今度銀行強盗とかあった時に、僕がそれでパーって行った時にまっちゃんって言われたら冷めますよね。あ、そうやね。ね、うん、だから辛いんです。いやいや、ほら俺らでは映しませんよ。僕変身する前に一回すっぱだかになります。服がビリビリになるの。キューティアニンだけど、それから新しいパーツがピシッ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 って出てきますから。いや、だからいいじゃないですか、テレビ映しませんって。その間もう丸出しですよ。いや、それはしゃあない。あ、そうですか。おぶつとか出ますよ。だから僕エンジンしたら、あ、もうちょっとやりかけたら怖い。一回ビリビリになって、ほんでブリブリってうんこ出るんですよ。お前変身するの時間かかんねんな。あ、うんこっていうか、ほんまうんこじゃないんですよ。でも何やねん。匂い形はうんこですよ。ただ何やねん。いや、これはいわば一つのヒューマンなんです。ヒーローになるために過去の汚いものを捨てるんですよ。うまいこと言うね。ほなほな、そう、向こうで変身して出てきてくれ。ああ、なるほどなるほど。な、あ、それは分かるような気がするわ。いや、それは分かるわよ、それは。ああ、ああ、でもね、ちょっと明るすぎるんですよ。消し、消し。そんなこともできるんですか？できる。ちょっとうっすら消すことぐらいできますよ。
ほら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 。つけてつけて。今日何曜日？今日水曜ですよ。ふざけんなよ、こら。お前曜日で変身してんのかよ。寡黙やないか。どんな感じになるのかなんて教えたってもんだろ。変身したって。あーはーはーはは。電撃防止っていう。どんな感じになるの？見た目は。アンテナがもうビーン。すっごい長い。何恐縮してんの？松本さんは占いの世界では一目置かれているそうです。はいはいはい。浜田さんの善意は何ですか？占ってください。それはもちろん自分のコンビ愛されてきた。ああ、僕はね、大体ブライダルというかね。ブライダル？また意味分かって言うけど。ブライダルですよ。だから家にそのまだまだもちろん一回も使ってないんですけど、そのウェディングドレスとか。一回も使ってへんって、お前いつ使われ。それをこう出してこうやって、まだ言うてんのかよ。ねえ、回ってみたりとかしてね。で、ああ早くみたいなね。かっこいい。なんかしてそうや思われるで、お前。これだ、ほんまね、ちょっとおかしいってマジで思われてるみたいで。いや、もうそれはもう。うん。うん、で。セックスでもなんか変なことしてる、うん、するって思われてる感があるんですよ。いや、それは思ってますよ。いや、俺至って普通ですからね。もう礼に始まる、礼に終わるですよ。まあ靴下履いたままするぐらいですよ。まあちょっとおかしい。なんで？いや、僕すっぱだかですけど靴下は大体履いてる。これはもうマジなんですよ。ここまで脱いで靴下脱ぎゃええやん。その間ももう待たしたく、女人を待たしたくないじゃないですか。青やこいつ女人青や、うん、そんなもんこれ脱ぐ時間ぐらい一緒やないか。ずっと待っとんのやったらよ。あそれとね、やっぱり自分の中であるわけですよ。俺は全てをお前に捧げたわけじゃないで。はミステリアス。いやいやいや、靴下履いてるだけや。深い意味はないんですけど。俺まず白い靴下の相手は履かしとったままやってんのかなって。あーそれはね、もちろんそうなんだよ。もちろんそうなんだよ。チロリン誰がチロリン。なんでチロリン。のみの寿命はどのぐらいなんでしょうか。のみの寿命なんか知らんやん。のみの寿命めちゃくちゃ早いですよ。ピョーンって飛ぶでしょ。空中で死んでます。でしょ。太陽に吠えろって始まった。そうですよね。ね、うん、いやあれはドラマの世界ですから、うん、あなただからあのドラマの中で言ったらいつぐらいの時に七割一緒におったわけ。あのねこれねもうやかましいわ。なんやねん、突如としてくるな。当たり前のように今あのねスコッチとちょうど入れ替わりぐらい。入れ替わりってお前これドラマや言うたんやから。そんなもん買いだったんじゃ。それはええねんけども、スコッチと入れ替わったわけや。ちょうどスコッチと入れ替わりました。何刑事やったの。何がいいなんていうニックネーム。ああこれやねんね、もうこれ言いたくないんですよね。めちゃボイン。男や。かなり揺れてたんですよ。太ってたんか。太ってたっていうか。タラン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 パラパーンすごい。あれって言われたんです。山さんに。うん、山さん軽いな。山さんが、うん、あれお前めちゃボインだなって言われた。うん。そうですか。で、そうですかって言って、ほんならもうボスがすぐ戻ってきましてね。うん、で、よし、お前は今日からメジャーボインだ。最後がひどかったですね、死に方がね。
殉職した。殉職もちろんしまして。あ、嘘やん。はいはい。どんな死に方やったの。めちゃくちゃ悪いやつにね、うん、もうむちゃくちゃ揉まれたんですよ。めちゃぼいんよ。5、6人のチンピラたちに回されたの。痛い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 なって、取引の場所に俺が一人着いたんですよ。潜入したわけ。潜入したわけですよ。で、早押せな、みんな待ってる時間もなかったんですよ。もう取引終わりかけてました。なるほど。で、待てって言うたんですよ。めちゃボインが。うん、みんなもうプルルルルルンなってますから。なんだこの野郎、リーチチじゃねえかって言われた。やめてください、やめてください、もうそのファンファン。いや、なんで死ぬねん、なんで死ぬねん、なんで死ぬねん。あのあれですよ、今日はあのやっぱ俺って偉いなと思ったんですよね。何やん、いやいや、自画自賛好きやもんな。いやいや、自分ここも普通でしょ、別に何も変わらずいつものなんかだよな。いや、まあ、来ないですけど、まあ時期的にはもうちょっとしてからですよ。ああ、そうか、うん、ちょっと春先のふわーっとしてるね。でも不思議でしょうがないねんけど、弟子がついたら初めて師匠って呼ばれるの。まあでもまあそら自分の弟子やから師匠って言うわね。まあまあ師匠って言うわね、うん、ほな周りもどん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 師匠って言うてくんの。うん、そうなんちゃうの。例えばさんまさんとか鶴瓶さんとかちょっと前ぐらいから師匠って言われるようになったでしょ。 あれは 何を機になっていくの。俺はいつになったら師匠になれるの。そんなこと俺に訴えるなよお前。だってもう十何年やってる。17年です。17年やってるんですよ。ねえ、もうぼちぼち師匠って言われてもいいでしょ。お前が俺を師匠って呼べへんから。なんでやん、もっと師匠ねえとか、いやこの間ね師匠がねえって言わんといかんわ。なんでやねん。師匠いうのもちょっと照れくさいけど、大将とかみたいなさ、愛称みたいな、愛称みたいな。僕革ジャン反抗期って言われてみたいんですけど。長い長い長い。師匠っていうのはいいけど、革ジャン反抗期長い。いや、ヒョウ柄って言われてる。オッケー、うん、あ、じゃあヒョウ柄で。いつになったら、ね、もう残ってないしね、師匠、あの大将や殿やなんや言うてるから。あ、まあまあないでしょ。ないね。ないんですよ。いいよ別にそんな。キャンタマ大名人って言う。長いキャンタマ大名人。ダメですかね。だからまあ自然と言われるようになるでしょ。なるんかな、うん、でも俺がもし言われるなってお前言われへんかったら気悪いやろ。それはな、お前が師匠言われてんのに俺まっちゃん言われてたら腹立つね。コンビやから言う時には一緒に師匠って言うてもらわなあかんけど、師匠って言われたら二人ともおるって思ったら気持ち悪いじゃないですかね。はあ師匠、まあ師匠ってね、え、分かりやすい。もう来年ぐらいからそうしてくださいね。もう頑張っとんねやから、こっちいつまでもまっちゃん浜ちゃんで笑ってられへんで。芸能界のお悩み相談師として一度だけ舘ひろしとやり合ったことがあるそうですが、原因は一体何だったんですか。ねえ、これはまあ舘側の言い分もあるでしょう。やがしゃ。いや、何が原因やったんですか。あのね、僕はちょっと意見をしたんですよ。うん、うん、あの CM を見てね、うん、タッチヒロシっていうのはどうなの。最近ですやん。あれはええんかと。なるほど、本人、まあ、本人にちょっと言うたんですよ、うん、あ、っていうか峰に伝えといてって言ったんですよ、うん、リュウタに、うん、峰がなんかちょっとおかしい伝え方したみたいで。ええ、あ、そうなんや。でも僕今日事務所、まあ1週間に3回顔出しますから。めっちゃ暇やん。そこにタチとこうバッタリ会って。ああ、なるほど。タチはちょうどなんや、あれあれ、あの給料取りに来てた時で。手渡しかい。タチがこう数えてた時やったんです。古っ。ああ、そう、領収書のなんかあんなのもあったらしいです。
なんそんなんで、うん、ばったり、ほんで、ほんでどうしたのパッと思ってバッて追った時に、あ、タチかと思って、うん、でタチがあんまり俺のことをええように思ってないっていうのを僕もまあ分かってたんですけども、うんうん、まあまあここは大人やしね、うん、無視しようと思ってる、うん、バーッと、社長のところにこう歩いて行ったら、うん、タチがこうやって足引っ掛けてきて番長や番長やね、何クソーいうことで別に大したことされてるよ、うん、まあいうことで、あとはもう殴り合いの喧嘩でしたね。あ、そう、うん、最後はあれ泣いてたんちゃうかな、僕泣いてた、ほとんどほとんど泣いてた、どういうこと、ほとんど泣いてた、半べそ書いてたからね、でまあ吉住が止めに来て、吉住、石原良純、石原良純、石原良純、石原軍団なん、石原軍団ですよね、多分石原プロじゃないような気がするんですけどね、あ、でもたまたま来てたんですよね、はいはい、仕事くれみたいなことで、松本さんがかつてトークの新しいオープニング次行ったらいいじゃないですか。なんでバレてんのか。いやまあそう来ると思ってました。クマ持ってはるの。あのね、持ってるっていうかね、僕は動物を愛してますし、例えば馬を飼ってるっていうようなことはしないですよ。だから自分のもんじゃないってことね。もちろん、はい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 、ただ、はい、僕が例えば辛い、悲しいことに出会った時、うん、馬は来ますよ。いや、あなたの元へですか。来ますというか動物たちが集まってきますよね。まず僕がへこんだ時にってなった時にはもうすでにここに鳥が止まってる。僕のその微生物を食べてますよね、ここで。お前気持ち悪いな。お前の方がやばいよ。僕の富士壺をつついたりしてますよ、ね、来たな、なんか動物たちが集まってきますから、おうおう、どうしたの、うん、っていうことですよ。王子、誰が王子、王子は、王子に涙は似合わないよと言って、はい、動物、各界の動物たち、各界いろんな動物たちが集まってきますよ。君でも前そんなこと言ってないやん、なんかピーとか言うたら来るとか言えへんかったか、うん、鳥類でしょ、うん、哺乳類は悲しい時に集まってきます。魚類は俺が怒った時に。なんで怒ったら魚類がやってるの。もうやばい。今のはやばない。それはお前自身がやばかった。スマホを見て座布団を投げるのはどうしてですか。だから興奮してるんですよ。違います、それでは答えにならないです。違いますか、うん、なんでなんでしょう。味方になる人間の前世も知らんようでは。それ自分も自分で占ったことあるの。俺はもちろん。その前は何や。もちろんあります。ほな教えてください、自分と俺と。聞けへん方がいいと思うけどな。かなりヤバいからね。別にヤバないよ。ヤバかってもええやん。でも嫌やで、へこむで。へこめへん。かなり。そりゃへこむやろお前。いや、かなりへこむ。いや、へこむんちゃうかな。ええわ、教えて。だから俺は知ってたよ、お前がそうやっていうことを。何や。だから喋ってる時も、あいつそうなんや。ちょっと待て待て、それはあかんだよ、お前。それいつ分かってたんや。いや、もう結構前に分かってた。結構前ですから。だからガキのスタッフはみんな知ってますよ。だからお前がおれへんとこでは、やっぱりね、雰囲気あるよね。教えといて。何ですか。もうへこんでもええから教えといて。はいはいはい。あのね、これみんなびっくりせんといてね。そして、浜ちゃんファンも浜田のこと嫌いにならないで。うん、あのね、はい、真っ赤なウインナーやったんです。かなりへこむな。かなりへこんだ今。
真っ赤なウインナーか。興味ね。興味真っ赤なウインナーって食べんぞ。俺でも昔お前にお前の前世ファミリアやったって言われたことある。あ、それは前でしょ。ファミリアの前は冷蔵庫のあの卵を入れるとこやったからね。あれへこんだね。あ、これ言うとあかんかったかな。それが全体。それが何個目か やってたか。ああ、それは全体。全体。全体。ただウインナーは連なってる3つ目ですよ。3つ目か。中途半端なとこなんですよ。中途半端や。下に4つあるから。せやん。これはきつかったですね。ごめんな、ほんまに。お前は何やねん、ほんな。何がですか。お前は何やねん。俺がウインナーやったとしたら。僕らも前は、まあ、言いますけど、リーゼント。かっこ悪い。どこどこやねん、お前。なんでやねん、人様の頭の上でこうやってたの。リーゼント。松本さんに質問です、はい、カラオケで自分が歌っているのに他の人が曲探しをしていて聴いてくれてない時どうしたら自分の歌を聴いてくれるようになる。これはありますね。から、うん、たまに遊びに。そう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 。全然おもんないと。あそこほんで、お化け屋敷みたいなやつ、うん、またこれが全然おもんないんですよ。500円取るんよ。ねえ、ええやん、大体そんなもんやろ。いや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 、敷地なんてね、この舞台ぐらいしかないのよ。あ、そう。いやいや、もうカタン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 って、なんか乗って、乗って、乗って、カタン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 、次何出んねやろう思ったら、もう最初おったおっさんおんねん。はい、どうもありがとうございます。それが一番怖かったわ。違う意味でな。何あれ。普通のジェットコースター乗らないじゃないですか。だから、そう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 、これな。何やねん。なに、パーティー行かなあかんのか。なんか乗らなあかんな思ったやん。違うねん、違うねん、俺はな、なん、お、ほんなん言わしてもらうわ。そんな言うやったら言わしてもらうわ。テンション上げてきたな。いやいやいや、俺がなんでジェットコースターに乗れへんかったか。なんか原因があって乗るのやめたんや。そうそうそう、もう昔はもうジェットコースター、ジェット、もうあんたはジェットコースターしか言わんのかって親に言われてたんですよ。アホやがな、たまに。ええ、なんでや、な、何が原因で乗れへんの。もうジェットコースター、なんでやな。ジェットコースター、ジェットコースターやったんやね、うん、僕がもうジェットコースターやったからね。もうええから、なんでや。何が原因や。これからボケようとする戦士に。もうええから。原因をはよ言え言ってんねん。原因、そう、原因あるんですよ。お前や。お前出す。大ちゃんか、お前。お前出す。ほんまお前出すなんか言うてまんねん。言うたやないか。無理やり笑い勝負で言うてまんねん。人を今だみたいに言うな。阪神パーク行ったことございますか。甲子園球場の横にある、はい、横にあるんです。ジェットスター2っていうのがあります。ありましたよ。それ二人で乗ったんです。二人でこう前と後ろに乗る、こういう感じで、ね、いやーいやー言うて、俺は別に怖ないよ。こいつはもうアホみたいな怖がりやから、うわーって言うてプッシャーってついて俺の背中にタンベッ。あれからですよ、ほんま全然怖ないの。お前あかんやろ。あかんあかんあかん。行きま、行きましょう。行こま。誰がお前と行こま言うへんかな。言うへんとは言うてない。行こま、いや行こまちゃんは。気持ち悪い。お前が死ね。吐くなつば。何？行こうや、だから。嫌です。いや、どうでもいい。そう、聞いた。寿司食うなよ。違うね、違うね、寿司食うな。二
けよ。遊園地行くのは全然かめへんし、行きたいとも思ってる、行こうとも思ってる。行きましょう行きましょう。お前と行くんが嫌や。いや違うやん。俺別にだから近くにおるわけちゃうやないか。みんなスタッフ連れてみんなどこ行くねん。ほんなバンジージャンプできるとこあるやんけ。そんなとこ行ってどうすんの。ちょっと待って、ちょっと待って、二人を一緒にやったのに殴られる方と殴られる存在しているのはなぜなの。そんなんどうでもいい。あんなんも怖いよ。お前、お前怖ないんか。怖ないよ。もう言うてるじゃあね。 お前とおいらの怖いのは違うねん。俺の怖いのとはね。お前バンジーは何が怖いの。何がバンジーの怖いのは何やねん。突き詰めて突き詰めていったら突き詰めて突き詰めていったら何が怖いの。何が怖いって。どこが怖いの。いや、まず高いでしょ。高い。ほんで落ちた時切れるかもわからんっていう恐怖心あるじゃないですか。僕はそれはないんです。僕は下のなんかあのなんかなんていうのかな、なんかマットみたいなのあるでしょ、あの遊園地のとこね、あのでっかい、あれが怖いんですよ。あのふかふか感がもうたまらない。だからできないんですよ。いやいや、どんなん取ったらしまいやん、そんなどかしたら。ああ、まあ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 ね、うん、いや、なんでなんで、はい、ちょっと休憩しようかな。タレントっていうのはあんまりプライベートを見せん方がいいですよね、あんまりね、はいはい、そらけ出すとほら、うん、謎があるぐらいの方がいいじゃないですか、はいはいはい、ね、あんた言い過ぎやけどね。いや、僕謎だらけじゃないですか。だって俺テレビ出てる時だけですよ、こういう格好すんの。どの基本的には僕は着物ですよ。でまあ車乗りますけどね。着物着てるのはいつやねん。だから何やこれ。着物着てる時いつやって。着物着てる時はいつやねん。何着てんの。だから休みの日に着物着てる言うてんねん俺は。はい、嘘。はい、お前になんでわかんねん俺が着物着てへんかどうか。着てないもん、着てない。何や、気持ち悪いな。な、いや、どないしたい。いや、わからない。人間ってね、ムカつきません。爪切っても、うん、どうせまた切らなあかんの分かってるじゃないですか。はいはい、まあ伸びてきますからね。せやろ、はい、それがムカつけへん。次の場合のお世辞の言い方を教えてください。はい。友達が髪を切ってきてあまり似合っていないとき。こんな別にお世辞なんか言うことあるか。あのね、はい、僕あの腹立つのが飛行機乗っててスチュアーデスがあの着く頃にね、うん、ぜひこの皆様とまたお会いすることを心より。絶対嘘やん。知らんねんもうみんなのこと何にも。今度会った時に、ああ、あの時のって言えへんやん。ああいうのはね、全然ね、あの、礼儀としてなってないわけですよ、逆に。失礼なんですよね。あ、そうですか。ええ。失礼言って言われた俺らは別に何も思えへんがや。例えばお前に、うん、わあ、自分、男前やなーって言うと、失礼でしょ。いや。全然失礼ちゃうやん。おそんな、やっぱりって感じやん。そんなわけないやん。どう考えたってやっぱりいいやんか。男前ですねって言うたって失礼なんですよ。なんでやねん。舐めてんかっていう話じゃないですか。そんな感じは思えへんけどね。だから相手の悪い部分をもう言うてやるんです、うん、なるほど。それなんですか。髪切ってきてね、うん、似合ってない時はあるじゃないですか。はい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 、はいはい、そういう時はどういう言い方したったらええの、うん、まずね、その髪型おかしいよ。でも、うん、そんなお前が、うん、俺はもう好きだって。それは何のフォローやねん。それ全然フォローなってへんわ。何ですか。ダメですかね。友達の家が狭くて汚い。ああ、お前の家狭くて汚いぞ。何や俺言うてやんねん。くっ
再現しにやがってボケ。さっき言ったらあかんがって。なんだこの家は。うん、だけど、うん、こんなお前好きだ。友達のお父さんとお母さんが仲が悪いのが見え見えの。お前とこの親とお母さんは仲が悪いの見え見えじゃん。ほら、ぶっさいくな顔しやがって。だけど、なお前好きだ。話した。全国の少年少女を更生させるため休日はカラオケを楽しそうにやってる現場をね、外から一歩引いてみたらね、結局歌てるやつだけなんですよ。歌てないやつはもう見てるからね。歌てるから見てるからね。そうそうそう、あれほど悲しいもんはない。それはそうです。だからなんでかというとね、結局ね、説得力の問題なんですよ。例えば何を歌いましょう、あなた。私祈ってます。私祈ってます。なんちゅう歌歌うねんお前は。こも言うまあまあいいですわ。どんなんでしたっけ。体に十分。やっぱ恥ずかしいな。そやろ、素やから、ね、体に十分注意をするのよ。いやマジで。あ、そこ念押すんですか。念押すんです。マジで。でももう曲は続いてますけど大丈夫。いいんです、遅れてもいいから言うんですよ。体に十分注意をするのよ。いやマジで。お酒もちょっぴり控えめにして。いやほんまにほんまに、いやほんまにほんまに、いやほんまにほんまに。というかこの選曲良かったやん。、うん、まあこの曲やったから良かったやん。爪がもう剥がれかけてるんですね。マジで。はい。うわほんまや、なんで。めちゃ痛いんですよ。昨日チームファイトでなったんですよ。マジで。はい。触れることはよくあります、はいはいはい、ウサギが騒ぐと地震が起きたり、鳥が騒ぐと火事が起こったり、うん、その他の災害を教えてくれる動物たちの行動を教えてください。そうですね、何がいいでしょうかね。何でもいいですけどね。まあ言うたらそれにうろうろしてる犬とかでもあるんですか。あ、犬でもありますね。あ、そうなんですか。うん、例えば犬がどういうことしたら。あ、ああいうのもあるじゃないですか。猫が顔を洗う犬は。何犬は何何よって。いや犬の話をしてるんで。犬あるんですか。犬あるよと。え、犬ある言うとるかな。はい、うん、それちょっと教えてください。まあ簡単に言うとね、うん、何も浮かべへん。浮かべへん。ああ、うん、もうパニックにもならん。20連続や。もう横になりたいぐらい。おもろい。今のおもろい。でも、はい、こんなこと言ってたって松本なんや、逃げんのかよと。ああ、それは言われる。僕はね、人に背を向けるのが一番嫌い。それはあかん。だからそんな逃げ方はもうこれで逃げへん。これで最後にしたいと思う。え、これで最後。今回だけは最後。今回だけは逃げさせて。思いっきり背向けて逃げさせて。松本さんが石原軍団だった頃、うん、人通りの多い道に自転車を止めておくと、うん、戻ってきた時にカゴの中にゴミを入れられていることがあります。ありますね。そのゴミをわざわざ捨てに行くのも腹立たしいし、腹立たしいです、ね、かといってそこに捨てていくのも気が引けます、はいはい、こういう時どうすれば一番気持ちよく人目にも美しく見えますか。まあいろんなパターンが考えられますね、はい、まず一つは、無視をする。無視言うたって。わが乗ってるチャリンコの前にゴミ入ってるんですよ。乗りツッコミでその場をしのぐっていうやり方もありますね。誰も見てないわ。もうそのまま乗ったままバー帰って、今日は洋さんこうできた、そうそうこれもかって違うわーってやる気パターンもありますよね。でもそれ持って帰ってるわな、ゴミ。でもそんなことはありえないわけじゃないですか。何で直せなあかんねん。いや、そりゃそうです。話ですよね。そりゃそうです。そう、ゴミどうしたらいいんだ。いいですか、はい、自分の自転車をもうゴミ箱扱いにされたわけですよ。そうですよ。
これはひどい話ですね。そりゃそうですよ、自分のチャリンコですからね。うん、山ほどゴミ入ってるんですよ。そうですそうですそうですよ、そうですとも、ええこと言うてるよ。さあどうしよう。いや、いいやん。いやいや、俺お前背伸びたんちゃうか。そんなことはどうでもええから。これなんでやねん。ゴミをどうすんのやっちゅうね、うん、うん、こうカゴのゴミを。そんな言い方すな。なんちゅう言い方すんねんお前は。優しい言えへん、もっと。カゴのゴミをこうどうするん、どうすんの。え、カゴのゴミをどうすんの。大阪弁で喋るな。これカゴのゴミ、こう どうしたらいいんですしょうかね。ね、じゃあ言いましょう、はい、もったいぶったけれども、はい、ああ松本やっぱり締めるとこは締めるなと。それ誰やねん。思わしたるやないか。もうほんまお願いします。ここま思わそうやないか。はい、もうここまで引っ張ったんやからな、うん、思わせるなら思わそうやないか。いや思わせる。思わせられるのかと。ゴミどうしましょう。これ人のゴミやけどね。これ人のゴミや。これは人のゴミやで。誰やこれ。誰やねんと。なるわね。なるなる。ほんま芝居たろかと。芝居たろかと。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああそうや、言うたらなあかん。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ2回目やねん。もうええわ。今ので終われるかな。電話をかけるってがもうないとかな。水亀。絶対嘘やねん。もう分かったんねん。ええがな、別にこっちは不足してないし。まあそんなん言ったら電話かかってくんねん、なんちゅうこと言うねん言ってね。でこう切ったらええねんから。昼ぐらいやったら喋んなや。もう喋りたいやんけ。お前が死んだら、ね、お前が死ぬよ。お前こそ内臓お前殺したのからな。左手ネットお前ほんまトランク詰めてどっか連れてったのかな。野村さん、ウルトラ兄弟の末っ子の松本さんに質問です、はいはい、ウルトラの父が毎日息子たちに対して口を酸っぱく言っていた言葉とは何ですか。ああそれもうこれっきりにしたいとか思えへん。指はええわ手の、うん、足は嫌やな。足はもう一回切ったら一生してくれんと。小指とかになったらなんか姿勢がこんなんならへん。なんか切るときな、うんうん、それだから足の指だけはもうなんか一生で一回切りでよ。足の指は別にええわ。なんでやん。手の指のことを今言うてんねん。いや俺は足やん。あと俺はうんこがってよ、もう最後にしてほしない。もう一回もう1時間で1時間やり放題でもええわ。その代わりもこれで最後にしてほしい。俺絶対嫌や。1時間やり放題なんか1時間ずっとパパ出てんの。そうやそうや。ブレ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 。そうやそうや。それはええわ。でもなんか我慢するので気持ちいい時もあるやん。なんかギリギリまで我慢してガー入ってブリッてやるのもまた。ああそれあかん、それあかんって、それ絶対あかんって。俺それで何回も失敗してんねん。お前ええ大人が失敗すなよ。失敗してるよ。もうあれやんか、もうあのあ何やの、エレベーターでもマンションでもバーもう帰ってきて、うん、それまで全然大丈夫やったくせに、うん、エレベーター乗り出したくらいからゴッツンゴッツンとしたなるやんか、はい、ほんでもううわー焦るやんか。ほんでもうたまらんねん。でもう何あれスーパーマンみたいな状態にもう走りながらうわいいねなあ。ほんでもうふわ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 わわわわわわんっていくでしょ。何やったら飛べるもん。もう飛べるもん。でそのままスルーンってズボンずれて目指す便器のここに来た時にプリッて出てもらえるからほんまに。いやほんまそれはお前失格や。両親のエッチを見てしまった時どういうリアクションをすればお互いに気まずくならずに済みますか。あんたどういうリアクション取ったんですか。これね、もうほんま正直なやつ。この世の終わりですよ。